ース現在スタートしまして23分が経過しているところ、さあまずは中間点を目指しましょう。中間点の30分、では、ナンバー17番、ミルシー・キライジャパン。面白い。なるほど。大人がこんなに真剣な表情で、あの今使っている、しかも自分数、まあまあ、だってボロボロなのもあるでしょ。そうですね。ね、はい、それで、こんなに一生懸命になれるって、素敵だなと思いましたね。そうですよね。まあ、なんか、あのようでないイベントというか、レースですよね。はい。で、そもそも、この、イスラムランスという、まあ、共同のコースアミスが始まりましたけども、はい、その始まるきっかけって何だったの？あのね、もう商店街の先も言ったんですけども、商店街のやつ使ったらどん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 違ってきますですね、このまま行くともこう商店街終わってしまうんですよ。まあ、そういう危機感を持った中で、なんとかこの地域の子どもたちに自慢できたり、誇れる、まあ、商店街とかできたらいいかなと、はい、いうことで、一番初めはサーミンジャムです。ほうほうほう、というのに目を向けて、一緒に行きましょう。まあ、そうしたらですね、大人の3人じゃないです、はいはい、会場あるので、ね、まあ、1台で3万から5万ぐらいかかる三輪車を用いてレースされてるんです。そんなのあるんですか？そうですよ。でも、実際これ誰もが参加できるっていう趣旨からいくと、はい、やっぱり参加できないですよね。で、そこで、自分たちが中学や小学校の時に使ってた自分室ということを思い出しまして、はい、そういえばそのぐらいのその家にも自分室あるやんか、はい、じゃあ一度みんなで持ち寄って、うん、レースしようかと、うん、そっからなんですよね、始まりが。いや、もう大変失礼だと思うんですけど、アホですね。そうなんですよ。アホですね。関西のノリですけどね、これね、はい、それでやってきたら、はい、意外とね、はい、あの夜な夜なやったんですけども、はい、なかなか楽しかったですね、自分たちもやって、はい、これをぜひイベントにきちっと、はい、落とし込めば、うん、盛り上がるんじゃないかと、うん、まあ、そんなところからですね、警察署にも張り込みまして、こんなことがやりたいんだよっていう、はい、ところで、はい、今日の記録をもらいに来て初めて OK ができて、このイベントが成り立っております。え、それは何見て、ああ、どっちだ、どっちだ、どっちだ。
ほど選手が今戻ってまいりましたね。